どうも、そうです。ついにマインクラフトからスティーブがねスマッシュブラザーズに参戦しましたね。マインクラフトがね参戦したことによってマインクラフトワールドっていうねスマブラのステージが、登場してね、そこで遊べるようになったんですけども、遊ぶ前に隠しコマンドを入力するとステージが変わるらしいんですよね。ちなみにこれはねスマッシュブラザーズの公式ツイッターの方で告知されてて、今回はその隠しコマンドをね実際に入力してって遊んでいこうかなと思います。それじゃあやっていきましょう。今回追加されたねマインクラフトワールドのステージはね6つの、バイオーム6つのステージで分かれてるらしくて、今回ねこの隠しコマンドを入力することによってこの6つのねステージを自分自身で選べるらしいです。でちょっとねこの雪のツンドラっていうマップがすごい気になってるんで、まずはねそこから隠しコマンドでやっていこうかなと思います。 L ボタンプラススティックを下に置いてプラス A ね、 A ボタン。じゃあやっていきましょう。はい、これいけた？え、これでいけてんのかな？え、どうなんだろう？さあ、やってきました。相手はゾンビですね、CPU。やっていこう。これで、雪のツンドラやったら完璧よ。はい。お、なってる！すごい！これ雪のツンドラだよね。あ、ちなみにちょっと今回ね、ギミックなしにしてるんで、木は生えてないっぽいやつ。ごめんなさい。ギミックなしのルールの設定にしたままだったわ。ちょっと CPU 強くね。え、でもちゃんと隠しコマンド効くんだね。え、すげえ。普通にゾンビ強え。いやでもゾンビ可愛いよね、こう見ても。なんか可愛くない？あ、やべ、こいつ可愛くて、やっぱ可愛くては。なんか石の剣作ったやがこいつ。やべ、殺す気ま全然可愛くなかったわ、こいつ。いた。こいつ、こら！おいと、てめえ！うれしいぞ。いいな、今の！え、なに？バイバイみたいな。いや、しょぼくね、これ。勝ちました。いや、ちゃんとコマンドで、やっぱ動作するんだね、当たり前か。公式が出してるやつだもんね。じゃあね、次。石の海岸やりたいな、石の海岸。これちょっと気になってるんだよね、ずっと。これちょっとね、ここでね、バトルしてみたいなと思います。じゃあ、これは、L ボタンプラス、L スティックを左に倒しつつ、A ボタンを押せばできるみたいです。やっていきましょう。さあ、という、さっきと同じく、ゾンビ VS です。やっていこうか。これできてんのかな？成功したかな？おー、石の海岸だわ。あ、でもこれね、なんか成功してんのかいまいち、いて、成功したのいまいちわかんないんだよね。ちょっと一回、ちゃんとゲームをね、開始しなきゃね、コマンド成功してんのかわかんないから、ちょっとそこ困るよね。はい。ほら。ほい。え？あ。はい。いやー、ちゃんとね、やっぱ動作するわ。次でラストにしようかな。次はね、白樺の森。白樺の森でやって、ラストにしようかなと思うわ。L プラス R プラス A。やっていこうか。いきます。L プラス R プラス A でいきます。はい。ということで、エンダーマン、バーサスエンダーマンね。なんか今回のさ、このエンダーマンの腕めっちゃなんか短くなってさ、可愛くなってるわ。ちゃんと白樺の森になってるわね。背景がちゃんと白樺になってるわ。いいね。で、ちなみにね、これね、マインクラフトワールドのマップは、終点化と戦場化しなければ、全部ね、この地面、だから取れるアイテムは同じらしいですね。で、いって。ちなみにね、これ、マインクラフト、これや、プレイしてみて分かったのが、TNT を置いて、掘る。TNT を置いて、掘ると、いいアイテム結構出るんだよ、TNT から。おすすめだわ。TNT、いって。TNT を置いて、掘削するのめっちゃおすすめだわ。これはね、ちょっとあれだね、ノーカットでいこうか。ね、ちょっとしっかりとね、ちょっと遊んでるとこ、ちゃんとゲーム実況する。ちゃんとゲーム実況者として、危ない、死んだことだ。ちゃんとゲーム実況者として、ちょっとやっていくわ。で、これね、他にもね、めっちゃいい方法、これ、見たみんな今。これ強い。空中した攻撃が超強いんだよね。これ、金とこを、生成して落とすやつ、めっちゃ強いんだよね。でね、これね、鉄がね、大事、マジで。本当に鉄大事だわ。めっちゃ鉄使うからね。このね、さっき僕が出した、このトロッコ、ぶねえ。この金床出すのも、トロッコ出すのも、鉄が必要になるから、あちちちち、鉄が必要になるから、鉄はね、マジでね、めっちゃ取らなきゃいけないわ。で、やべえ。いや、一体何で、なんで自分から行ったわ。なんで自分から攻撃受けに行ったんだろう。はい。だからね、マジで、なんていう、強い技がね、鉄結構消費する技が多くて、強い技で。やっぱ鉄めっちゃ取らなきゃいけないんだけど、なんかめっちゃ効率いい鉄の取り方とかないのかな？どうなんだろうね。ちなみにここ、いて。
TNT 出そうとしたら死んだわ。いや皆さん今普通にマインクラフト遊んでるよ見て。ブロック置き大会、ブロック置き、あ、隙あり。ブロック置き大会、ブロック置き大会してたら倒したわ。待って、これいっぱい鉄取ろう。やばいやばい、来てる来てる、やばい。これね、いっとのね、これね、あのね、物をね、あの掘ってるときすごい隙があるからさ、危険。やばい、これちょっと壊れたんで、武器が、ちょっと武器作らなきゃ。 OK、 金の、金の剣作っていくが、ちょっとあいつやばいな。僕マインクラフトする、マインクラフト、マインクラフトしていく。やばい、あ、結構ねこのね、ブロックを置ける範囲が狭いんだよね。もうちょっとなんか広かったらね、いろいろなんか作ったりとかできそうだ気がしたけど。いやでもさ、なんかいそうじゃない、マインクラフトでさ、なんか家作ってみた、なんかスマブラで家作ってみたみたいな動画出す人いそうだわ。やばい、ちょっと相手、今のちょっとダメだった。これどうにかして倒せないかな。一応今僕が2機で相手が1機なんだよね。やばい、来た、ダイヤモンド来た。でダイヤモンド取れたんで、剣作り、ダイヤモンドと剣作りたい。はい、作っていく。オッケー、殴りたいね。オッケー、これいけるか。いやか、いい、やめとこう。あんまりこうやって相手をね、相手についてくと逆にやられたりするんで、この相手が崖から飛んできて戻ってくるところをカートコで潰す。はい、嘘です、無理でした。やばい、これいけるな。あー、ダメか、もう一回、もう一回やる。いや、ダメか。さすがになんかもうダメね。読まれてるね。こいつ、かなとこしか出せねえなって思われてそう、CPU で。いや、これ来んな。夜になってるしね。なんかもう最後って感じ。やばいやばい、よくやってくれて、よくよく。もうついに最後、ラストスパートって感じがする。もう鉄も取って、結構トロッコが強いんだよね。いけ。いや、もうこれ多分トロッコ一発当てたら倒せると思うわ。ね。トロッコ作戦でいくわ。はい、いけ。これは、かなとこ。よっしゃ。いや、かなとこだいぶ強いわ。かなとこダイブめっちゃ強かった。はい、ということで、おうち完成ありがとうございます。はい、ということで、今回はですね、マインクラフトがスマブラに追加されて、まあ、それと一緒にね、追加された隠しコマンドについて遊んでみました。いやー、よく考えてるね、この隠しコマンド。結構難しいしね、この隠しコマンド、普通に。めちゃめちゃ難しいけどね。いやー、でもマインクラフトのスティーブ、めっちゃね、いろんな技があって、細かい技。楽しいね。普通上手くなりたいわ。どういうキャラになるんだろうね。めっちゃ上手い人が使ったらめっちゃ強くなりそうな予感はするんだよね。なんか面白い。今後がもう楽しみだわ。はい、僕もね、練習していきたいなと思います。ということで、この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、また見てください。それでは、バイバイ。